私の名前は長谷川慎、明治17年横浜生まれの小説家、劇作家であります。代表作にまぶたの母、靴掛け時次郎、一本刀土俵入り、関のやたっぺなどがあり、いずれの作品も舞台上演され、今もなお人々に愛され続けております。私、自分で言うのもなんですが、いわゆるまた旅物の先駆者として、その地位を確立した作家でございます。チャーリーズ先生、手紙届いてたっすよ。手紙、ええ、開けて読んでくれも。大江戸和母本舗娯楽座、ほうほう、聞いたことですね。もう、開けますよ。お前もっと大事に開けろよ、手紙。え、なんだってなんだって、しび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 、うん、ほう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 、あ、やべ、足、字読めねえんだった。先言えよ、もう勝てんもん。はい、なになに、私たち劇団大江戸和母本舗娯楽座と申します。マジ聞いたことねえっすな。この度、長谷川先生を題材とした公演をやることになりました。先生題材とか言って、マジネタねえよ、この劇団。ウケる。漫談でもない、人気者なんだよ、バカ。で、なになに、公演なのですが、チケットが先週録は完売。マジマジで、しかし、初日の予約は70人入る劇場なのに、18人。ウケる。次の日は17人。マジやべえ。バラエティに関しては14人しか予約がなく大変。やべえ先生。ハハハハ。先生の悲しむ顔、インスタ映えだな。イエーイ。あんたあんこじゃもうもうもういいもういいもういい、やめてやる、もう死んでやる、もう死ぬからな、もういいもういいもういい。自殺を止められるのはこの動画をご覧のあなただけです。先生の自殺のためにどうか劇場に来てください。お待ちしてます。待ってます。